どうもはこんばんにちは、いすげです。はい、今回もデジモンワールドネクストオーダーインターナショナルエディション実況プレイしていきたいと思います。はい、ということで早速ですがデジモン紹介いきましょう。左のねザ・ドラゴンみたいなやつがエグザモンと言いまして、はい、究極体でございます。うん、私はこのモンスターは知らないですね。うんちょっとわからない、はい、タイプでございます。でまあ右の緑のやつが、こちらはねデジモンテイマーズだよね、ギルモンの、はい、ところで出てくる、まあ、テリアモンの最終形態のセントガルゴモンでございます。はい、まあということでヒストリー見ていきましょう。じゃあまずはセントガルモン、ガルゴモンからいきましょう。まあさっきも言った通りゼリモン、グミモン、テリアモンからガルゴモン、ラピッドモン、セントガルゴモン。はい、ということで性質機械、属性ワクチン、全身が兵器の塊になっている超巨大なマシン型デジモン、兵器搭載量はメタルガルルモンに匹敵する。はい、ということで13代目ですね。はい、では次行きましょう。はい、はい、こちらエグザモンですね。まあその前に戻りましょう。はい、こちらはボタモン、コロモン、アグモン、グレイモン、メガログラウモンからエグザモンでございます。はい、ということで読んでいきましょう。性質大気、属性データ、デジタルワールドの聖なる守護者ロイヤルナイツの一体である聖騎士型デジモン、途方もないデータ質量を持ったデジモン。ああ、ロイヤルナイツの一員なんだね。うん、そっかそっか。まあということで17歳と13歳ですね。なんでエグザモンはどうかな、2動画分は出るかな、2パート分は持つかな、わかんない。21歳ぐらいまでは生きる、ギリギリ生きるんで、まあそれまでギリギリまでね、うん、ストーリー進められたらいいなって思ってます。まあとりあえず今回はですね、まあまあ前回と引き続きまだねデジモンが足りないんで、はい、タイタンフォールアップデート、はい、デジモンをね呼んでこないといけませんので、ちょっとデジモンの家で確認しましょう。はい、ということで多分 X マキナなんですよね。うん、だいぶさ X マキナの地下に丸いヒゲのサングラスのデジモンが住み着いてるんだって。変なの、骨をリゾートの骨をドライブの突き当たりに魔法を使うデジモンがいるらしいよ。エクスマキナの中央にいるデジモンが何かをなくして困ってるみたい、助けてあげよう。ほうほうほう、わかったわかった。ということでとりあえず大ダンスエクスマキナに行きます。はい、ということで大ダンスエクスマキナに着きましたけど、はい、こっからね確かね、まあまあまあ先に進んでいきます。はい、ということで制御塔に来ました。はい、まあねこちらでですね、ちょっとやめてくれ、ちょっとやめてくれ、マジで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 、よいしょー。はい、ここねこの真ん中のボタンを押すことで、まああの隣、このね制御塔の隣に分岐塔ってあるんですけど、そこのね橋を下ろすことができます。はい、これで下ろされましたね。うん、うん、はい、ということで分岐島、あれ分岐ではないか、はい感じ弱いね相変わらず私。うん、食べよう、悲しいよ。はい、これさあでは、行きましょう。まあこの先にラピッドモンがいるんですけど、そうそう、あい、おマジで来んな来んな来んな、そうそう、あのラピッドモンがね、そうそう、このい次に行く島にねなんか忘れ物したらしいんで取りに行きます。さあ到着、岩島、音がない、音が鳴らない、キノコ取る、オッケー、音鳴った、オッケー、
待って、おおおおおおお、あ、あれか、これか、これか。あ、そうそうそう、スマホ落としたって言ってたんだよね。やばくないこれ、大丈夫？でもね、所詮この調子強いね。よし、立ってくれ。おお、なかなかの攻撃力使うぞ。まあ、強いけどあれだね、全然勝てますね。アイススタチュー、よし、いい打ち。そうだ、ヒット、続けていこう。ヒット、さあ必殺技いきましょう。ごめん、ヒット、早く起きて。エグゼモン、ドラゴニックインパクト。なんか放ちましたね。おお、3000ビット、そんな金もらえるんだ。やった、いいね。オッケー、頑張ったね。さてと、さあちょっと回復させましょうか。なかなか食らいましたね。セントガルゴモンがやっぱりまだまだだね。よし、ちょっとマップ確認。さあ、この先に何か話のできるデジモンがいます。マッハガオガモンだね。どうしたの？おい、突然だが俺様と勝負しろ。マジか。ふん、なんでだよって顔だな。俺は何事にもマッハを求めるのが信条。お前の疑問などに構っていられん。早速バトルルール説明だ。バトルで60秒以内に俺様に勝ったらマッハで仲間になってやる。さあどうだ。60秒か、やってみようか。勝ってるかな。でも全力だよね。大丈夫だ、やるな。よし、レベル40、いい感じ。やるな、ヒット、いいぞ。見えない、立ってくれ。やるな、それ、落ち着いてる。それ、まだたまんないから、これでなんとか。やったぞ、いいぞ。さあ、これで必殺技がたまったんじゃない。おお、そっちからやってきたか。ナイスガード。大丈夫だ。よし、とどめ、立ってくれ。さあ、60秒過ぎちゃったかな。ドラゴニックインパクト。お、9200ビット。お、エレキクラウド、やったー。早い、俺様の動きが止まって見えていたとでも。いや、敗者何も語る前、約束通り仲間にやってる。よし、マッハで待ちで引っ越すぞ。この速さ誰にも止められない。おー、つやこの2体つやぞ。ワクワクすっぞ。ちょっと回復します。そうそう、歩いてたらね、回復するあのスキル持ってました、そういえば。忘れてた。さあどうしよっかな。ちょっとこの先もちらっと見に行きましょうか。何があるかね、ちょっと分かんないので、探検探検。さあ、北岸チェック。うーん、右の方に何かいますね。お、メガログラウモンの黒だ、強そう。貴様止まれ。ふふ貴様我が目に止まったぞ。
我が名はブラックメガログラウン、黒きウェポンハンターと俺のことよ。黒いデジモン、あるいは武器を備えたデジモンとだけ戦う、それが俺の流儀よ。我が目に止まった以上はもはや逃げることはできる。いざ尋常に勝負。さて続け、さあ行きましょうか。やるな、セントガルゴモン。よいしょ、バーストシュート、よし。怪我してないかな、大丈夫だね。いや嬉しいぞ、人間のパートナー、ここまでの強さとはな。認めよう、今この時において貴様は俺よりも強い。だが我が心は折れぬ。俺もまた強さの高い目指し続けるもの。いずれまた貴様より高いぜ。覚悟しておくんだな。ではこれを。お、あ、ありがとうございます。やったやったやった。さあではでは、ですね、そうですね、戻りましょう。うん、はい、ということでラピッドモンのとこに帰ってきました。あ、僕のスマホを見つけてくれたんだね。はい、よかったね。どう、僕の作ってみたスマホの出来は。え、違うの、ガラケーなんだよそれ、複雑だな。ま、いいか、助けてくれたからね、僕町へ行くよ。スマホのことももっと聞かせてよね。さあ、オッケーってことで、なんか地下がどうこいつってな、どうしよう。制御塔に行って、あ、これか、地下って。はい、大断層の地下に。お、こっち。大丈夫、この場所がダメとかそんな感じかな。早めに終わらせたいね、ここ怖いね。お、トイヤグモンたち。うん、なんだこんなとこに。あれ、まさか人間じゃないの。わ、本当だ。もしかして。いや、きっとそうだよ。いやー、逃げさん、僕はクリアグモンだよ。僕はトイヤグモンブラックバージョン、通称トイヤグモン黒だよ。僕たちは戦う気はないから安心してよ。ただちょっとね、聞きたいことがあるんだ。ズバリ聞くよ、一番人気がありそうなのは誰かな。あー、トイヤグモンじゃないの。え、ちょっと聞こえなかったな、もう一回言ってくれる。一番かっこいいのは誰でしょうか。クリアグモン。やったー。ははー、う、嘘。やっぱりそうだよね。ねえ、く、うわー、やってられっかよ。あ、うん、トイヤグモン黒、そんなにショックだったの。ごめんね、そこまで追い詰めていたなんて。悪いけど、トイヤグモン黒を探して連れ戻してくれない。それじゃあ頼むね。トイヤグモン黒を追い詰めた。トイクロ、もうよせ、落ち着くんだ。クリア、君には分からないよ、人気のないデジモンの気持ちは。僕たちはトイヤグモンのバリエーションとして作られた。最初はレアキャラとして人気者だったけど、やっぱり基本が一番だよね。本物がいいよねって飽きられて、行き場をなくした僕ら、この下水でひっそり暮らすことになった。そう、でも僕たちはアリシヒの人気への執着を、あの喜びを忘れられなかったんだ。ごめん、僕らの間で人気を争うなんて愚かだった。君の気持ちをもっと考えられなかった。それでも最下位を突きつけられた。
僕の最後の逆転、それはなんだ、うん、まさか、よせ、トイクロバトル超強いとかそんなのないよね。あってもなかなかだね。そうだ、気にしない、やるな、いい感じ。よっしゃ、全力でいきましょうか。ヒット、いいぞ、ヒット、やったぞ、耐えろ、よし、よしよし、よし、引き抜けろ。さあ行きましょう。やるな。あ、終わった弱かったな。く、ダメだったか。あーといくろ、なんてこと、無事か。なんとかね。どう、僕のこと少し見直してくれたかい。かっこよかったよ。聞いたかといくろ、また僕と下水道で仲良く暮らしていこう。あ、ありがとう。もう二度とあんな愚かなことはやめような。え、街に来ないの？さあ、ということでナノモンとお話ししましょう。おい、クルテミ、この俺ナニモン様に気軽に話しかけるといい度胸してんじゃねえかよ。履いてない、何言ってくる、履いてるだろ、かっちょいいブーツをよ。あー、もうダメだ、今の負の感情を受けて骨折れた。こりゃ慰謝料だわ。こりゃ相当ひどい言いがかりだ。おうおう、一丁前の口聞きやがって、ぶっ飛ばしてやる。またバトルかここに来てバトルしかしてないね。ドラゴニックインパクト、ダジーン。ここをね、早く終わらしたいんですよね。いでれ、ギブギブギブ。たく、うっすら天国の扉見えたじゃねえか。にしてもおめえ、何者だ。いや、何者ってのは俺のことだろうが。まあ、まさかお前こそが何者だったのか。どういうことだ。く、わからん。こういう時は逃げるしかねえ。逃げたな、あいつ。さあ、ではもう一匹のところに行きましょう。さあさあさあ。下品、臭い、強烈に臭いぞ。なんだこのムカムカする匂いは。むむ、お前だな。このひどい匂いの発症源は、下水にあるまじき匂い、ブンブンさせやがって。鼻が曲がるっつうの。っていうか俺鼻ないけど。とにかく早くここから消せろ。それとも今すぐ香ばしいうんちまみれにしてやろうか。こっちは何も追わないけど。なあ、この最高のスメルがわからんだと。もう我慢ならない、追い出してやる。またバトルか。よしよし、よし、倒せますね。ドラゴンリックインパクト。でもガルゴもやられたな。うんち乱舞投げ。下品なんてやつだ。う、お前もしや人間とか言う。人間はもしかして匂いを感じないのか。そうか、このゲスの匂いがわかんねえのか。かわいそうなこったな。けどお前がどうしてもまだここをうろつくなら、俺がここを出てくぜ。ふん、あばよ。スカモンガマッチに参加した。お、来た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 、はい、間違えた。出締め確認。よし、来た。町に戻ってくるのじゃ。イスゲのおかげでフローティアが浮上する準備が整った際、フローティアが浮上するのをみんな楽しみ待っておる、おるぞ。気をつけて帰ってくるのじゃぞ。さあ、ということで帰りましょう。いいか。はい、帰ってきました。来たか。ついに、ついに完成したぞい。信長、町。うん、あとは最後の仕上げを残すのみ。仕上げ？まだやることがあるの？フローティアはエネルギー供給とネットワーク機能を一本のケーブルで賄っておってな。そのケーブルを誰かが手動で切り離さなければ街は浮上できんのじゃ。そういうことなら
さっさとやっちゃおうよ。急がないとタオモンがやばいんだろ。ほら、トイレを限界まで我慢してるような顔になってる。油汗まで浮いてるし、もうギリギリじゃないか。切り離しを行うのは町の外に出ることができて、万が一敵に襲われても独力で切り抜けられる力の持ち主ということは、一番強い人が敵に。俺の出番かなってことになるね。おいよ。うん、ここはお前しかいない。頼めるかの。任された。町のそばにタオモンが用意してくれた転移ゲートがあるから、切り離しが終わったらゲートから町に戻ってきてくれ。はいはい。外のデジモンが間違えて入ってこないように電話ボックスでカムフラージュしてあるから気をつけて。ちょっとアイテム買えないですかね。よい。買えそうだね。嬉しいな。スカモン帰ってきた。農場食い行った。嬉しいな。ハガウマモンが帰ってきた。進化道場行った。達人として義務を果たす。嬉しいな。ユニモンが帰ってきた。勢いよく娯楽区へ向かった。嬉しいな。ラビットモンが帰ってきた。娯楽区へ向かった。オッケー。間違えた。さあではアイテム買いに行きましょう。見ていいかな。あ、いいね。はい、では、外に出ましょうか。多分何かしらバトルがあるんじゃないかなって思います。行きましょう。さあ飛ぶぞフローティアが。浮上に際してかなりの衝撃波が予想されるから、切り離しはパートナーに任せて、あなたは下がっておいて。はい。では始めましょう。ちょっと待った。うわー、来た、お構えろ。あ、増えてる。BH プログラム下位から逃げおったって、そうは問屋が許さないわよ。すべてのデジモン、いえ、デジタルワールドすべてがあのお方の計画に組み込まれてるんだから。さあ、観念なさい。この最強の刺客メタレテモン様があんたたちの儚い夢に終止符を打ってあげるわ。よっしゃー、ぶっ倒したる。行くぜ。よし、ちょっと待って。相性が悪いみたいですね。さあちょっと防御プラグイン使いましょう。あるんでね。よし、いった、いい感じ。大丈夫。よし、効かん効かん。いった、効いてるぞ。あ、やべやべやべ。結構ね、距離が離れると見えなくなっちゃうんですよね。そうだ、受け取れ。よし、よいよいよ。落ち着いてる。ナイススタッチ。大丈夫。さあガルゴモン回復。そら、続けていこう。やったぞ。どうした。よし、落ち着け。やるな、やるな。助け。さあ行こう。プラチナスカモンに狙ってんのかな。ドラゴニックインパクト。もうちょっと。よし、いった。さあ、なくなったね、 MP が。さあじゃあ早速さっき買ったこれ使っていきましょう。モンピティスク。やったぞ。よく見ていこう。立つんだ。大回復ディスクいきましょう。ポイッ。落ち着いてる。よし、さあ必殺アズトシュート、ぶっ放せ。
硬いね。よしよし。ちょっと待って。MP がないですね。よし。さあ回復。どっちも MP がない。よし。これでなんとか。さあもうワンセットいきましょう。オッケーオッケー、いいよいいよ。さあ大回復。よし、終えろー。はい、やったぞ。エグザムが結構食らってますね。やったぞ、この調子。いい狙い。よし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 。もうそろそろ終わりそうですね。やったぞ。あ、倒した。オッケー。あのXマキナの敵の方が強かったな。うんちとさ覚えた。うんちバカだなさっきから。三回心の座、あちきの野望が泣いたもんなき今、空席にのし上がるチャンスなのよ。もっとマシな奴を雇ってくるんだったわ。あんた、次は覚えてらっしゃい。じゃあな。待って、今は町の浮上が最優先よ。ケーブルをつなぐプラグは町の中心点の真下にあるわ。急いでパートナーたちを配置して。では始めましょう。お、ムービーだ。おお、すげえ飛んでる。ピューターだね。バズー。おお、なんか泉になってる。綺麗だな。さあネジミ確認。町が浮上したぞい。こんな時でも襲ってくるとは全くもって油断できる。ともあれ無事浮上して何よりじゃ。戻ってくる時は電話ボックスからじゃぞ。さあでは入りましょうか。でも資材があるね。どこだ。ここか。よし帰ろう。さあ戻ってきました。じゃあジジモンの家に行きましょうか。裏切り者だって先生が。疑いは極めて濃いわね。町に入ってくるデジモンの検疫を担当していたのはあなたでしょう。だからって俺が裏切り者だという証拠にはならないだろう。ん、何があったんだ。間の悪い時に戻ってきちゃったね。町に新しく入ってきた住人の中に一体だけ BH プログラム下位に感染したデジモンがいたらしいの。幸いアンチプログラムが効いたから感染が拡大することはないんだけど。検疫を任されてた先生がわざと感染デジモンを呼び込んだんじゃないかって疑われてるんだ。わしとしてはこんな状況で身内を疑いとはないが、これまでの嫌疑も完全に晴れていたわけではない。その中での今回の一件、疑わざるを得まい。やれやれ、これでも俺なりに
力を尽くしてきたつもりなんだがな。いいよ、わかった。俺は町を出る。ちょっと先生、何言ってんすか。一人で町を出るなんて自殺行為だって。うん、何も出ていかなくても。そうだ、監視を一人つけとくとかでいいんじゃない。それ私にお任せとけ。お前たちも俺を疑うのか。我ながら人望のなさに悲しくなるよ。そんなことないって。俺先生と行くよ。サンキュー、コータ。そんじゃま、行くか。お前は俺の分まで頑張ってくれ。じゃな。裏切り、本当に。俺は潔白だよ。できればお前には信じてほしい。よく考えて、答えが出たら一度誓いの草原まで来てくれ。おお、レジュメ確認。答えが出たら誓いの草原に来てくれ。行ってみましょうか。さあ、来ました。なんだろうね。来てくれたか。悪かったな、おかしな茶番に巻き込んじまって。特にコータにはすまないことをしたな。結果的にお前の優しさを裏切るようなことになっちまった。何？どういうこと？さっきの揉め事は全部お芝居だったって話だ。本当の裏切り者をあぶり出すためのな。本当の裏切り者？誰？ああ、かなり前から疑念はあったんだが、ここに来て強い確信に変わりつつある。これから大きな計画を進めるにあたって、わずかな不安要素も残すわけにはいかない。だから一芝居打たせてもらった。誰すか、裏切り者は。それに大きな計画って。まだ 100% 決まりってわけじゃないから、名前を明かすのは避けたい。計画の方は裏切り者の件に肩がついたらきちんと話す。今は何も聞かずに付き合ってくれないか。もやもやするけど、わかりました。先生を信じてついていくっす。ありがとう、コウタ。お前もそれでいいか。うん、オンに切るよ、二人とも。ところで、どうやって裏切り者をあぶり出すんすか。今ミレイが容疑者にだけ嘘の情報を伝えてる。内容を一言で言うと、骨折リゾートにすごい秘密兵器があるぞって話だ。秘密兵器って言うとバカっぽく聞こえるだろうけど、敵さんにしてみれば真偽のほどを確かめに行かざるを得ない。そうか、確かめに行こうとするそいつを俺たちが尾行して現場で抑えるわけっすね。いや、本人が自ら出向くことはないだろう。おそらく現場へ向かうのは仲間の誰かだ。だから俺とミレイで罠を仕掛けておいた。骨折リゾートは滅多に誰も近づかない場所だから、もし誰かが罠にかかってたらまず決まりだ。ああ、準備万端なんだ。俺は邪魔にならないように身を潜めながら行くから、二人は先に確認に向かってくれ。了解っす。じゃあ骨折リゾートまで競争な。オッケー。もうまさかの展開ですね。ちょっと出締め確認しましょう。あちらさんが見事に罠にかかってくれればいいんだが、罠を仕掛けたのは大海の小屋の西、骨折リゾートの山の上、ピンクストーン邸の中だ。かなり距離があるからしっかりと準備してくれ。ほうほう、はい、ということですので、ちょっとね、時間的にも次のストーリーに進むのはね危ういですので、ここの方で切らせてもらいます。次回はね、そのままこの場からスタートしたいと思います。では
はい、また次のこの世界でお会いしましょう。 See you again. バイバイ。